皆さん、こんにちは。アースフォースリーの金山と言います。今日は、現代アーティストの松岡君に、インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速、松岡君の、自己紹介の方からちょっとお願いしたいんですけれども。はい、わかりました。現代アーティストの松岡隆一です。お願いします。ですね、僕は、まあ、今関西を拠点にしてまして、最初は写真から始めてモノクロフィルムの暗室で手焼きした写真をにドローイングしたりとか、あとは、まあ、そこから発展してどんどんサイズを大きくしていって、で写真からもっと飛び越えてもっと加速的な表現をしたいと思って絵画に、3年ぐらい前から挑戦しまして、でそうですね、すごいライトペイントパフォーマンスであったりとかっていうのをちょっと発展しながらやっております。で最近はですね、僕の祖父が、西陣織の伝統工芸士をやってますので、その西陣織の素材を使った作品であったりとか、あとは、まあ祖父とのコラボで僕が西陣織の、柄、下絵デザインを描かせてもらって、それを祖父が、生地にして、西陣織の生地にして、でそれで、服を作ったりとか、あとは木物を作ったりとか、ちょっと海外で、ね、展示したりとかっていう活動を主にやっております。で去年からはちょっと舞台とか、お芝居も挑戦させてもらってますね。結構いろいろやってますので、現代アーティストという括りでやらせてもらってます。松岡です。最初写真をやられてたっていう話ですけど、今はもう写真はあんまりやってないんかな、はい、そうですね、写真単体ではやってないですね。写真と何かをちょっとミックスさせたりとかっていうのはしてるんですけど、写真だけの作品ではないですね。はいはい、写真と絵画の、まあ、合成みたいな感じ。そうですね、はい。はい、一応どんな作品があるかちょっと見たいと思うので、はい、画面共有でちょっと今、はい、インスタグラムの、はい、松岡君のインスタグラムの画面をちょっと共有したいと思います。はい、ありがとうございます。見えてますかね。見えてます。大丈夫です。こんな感じの作品が今の作品かと思うんですけども、はい、これ具体的になんかそのこのこういう作品を作っていく上でなんかそのまあなんかインスピレーションみたいなものがあってこういう作品になってると思うんですけど、はい、まあ、例えば左上のこの作品であったら、まあ、どういうふうな感じでこう、まあ、こういう作品をになってるっていうかこういう作品を描いてるんですかね。そうですね、そのまあ左上の作品でしたら、それも西陣織の、白って言われる、まあ、柄を描く紙になるんですけど、それをちょっとそして使ってますので、そんなにね、そのやっぱ白の素材の美しさであったりとか、質感を失わずに、かつでも あんまりその、昔からある表現とか、ちょっと、硬くなりすぎない表現にはしようと思う。ちょっと柔らかい水彩であったりとかアクリルであったりとか、はい、いろんなものをミックスしてちょっと現代風に画面がなるようには西陣織作品ではしてますね。うん、その西陣の話が出たんですけど、まあ、その西陣の作品っていうか、はい、まあ、プロダクトに、まあ、よく触れてると思うんですけど、そこから影響を受けてるってことはあるんですか。そうですね、そこから受けてますね。そう、西陣に入ってから、まあ、ずっと小さい頃から、まあ、祖父がやってますので、まあ、おじいちゃん家に行かせてもらったらずっと、まあ、旗織り機っていうんですかね、すごく大きい音でずっと旗を織ってるような姿だったりとか、あと、まあ、はい、犬糸が転がってたりとか、結構そういう匂いとかそういう質感とかの中で育ってきたので、やっぱ影響を受けてると思うんですけど、やっぱり最近、まあ、3年前から絵を始めてからはやっぱりその素材という意味ですごく影響を受けてますね。西陣でしか作れない素材とか使えない素材とか、あとはそういう歴史文化の中で育ってきた素材を自分の感性とどう生かすとかっていう、そういうなんか素材研究というか新たなその想像というか、そういうのはすごく影響を受けてますね。なるほど。この松岡君の作品ってすごい色彩がこう、まあ独特っていうか特徴があると思うんですけど、はい、そこの色彩的なものってのは西陣から何か影響を受けてるとか、何か他から影響を受けてるとかあるんですか。そうですね、色彩はそうですね、
でもやっぱりその、やっぱ衝動的なもので書いてるんですね。やっぱりその、はい、設計図があったりとか下書きとかは一切せずに書いてるので、やっぱりその自分の今の感情というか今の感性と合うようにいつも書いてはいるんですね。だからまあ多分今の年齢で今の、自分の思いとか立場とか考えるとこういう鮮やかなになってるのかとは思うんですけど。なるほど。はい。例えばこれとかは写真が使われてる作品ですよね、この。はい。はい。で、写真を、まあ、もともとこう写真をやられてたっていうことですけど、はい、写真をやって、まあ、この写真も、まあ、ちょっと面影があるんですけど、はい、結構割とモノトーンっていうか、はい、あんまり色使ってなかったと思うんですけど、はい、この写真とこう今のこの、パラフルな作風とっていうのがちょっとそのすごいギャップがあるんですけどね、そこに至る経緯って何かあるんですか？はい、そうですね、まあ、写真始めた頃も、まあ、最初はまあ10代の頃で、まあ、趣味のような感じで始めたので、はい、それをまあアーティストになろうとか思ってなかったんですけど、まあ、やっぱりいろんな表現とかに触れていくうちにやっぱアーティストになりたいと思って写真の専門学校で学んで作品作りをまあしてたんですけど、やっぱりね趣味でやってる延長なので、やっぱり作品っていうのはなかなか自分の中でできなくて、はい、その中のまあ葛藤であったりとか、そういうもがきの中で多分その時はモノクロで一枚一枚しっかり撮るっていうのがすごいしっくりきたんですね。はい、まあ、でもそうですね、それしっくりきてたんですけど、でもやっぱりもうちょっと本当に大胆にというか、もっと自由にやっぱりなりたいなっていう欲が写真をやってからどん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 出てきて、はい、それでやっぱり色をやっぱずっと使いたかったんですね。カラー写真はあんまり自分の中でしっくりこなくて、でも色を使いたいってなった時に絵の具で一回描いてみようかなっていうのがあって、でやっぱもっと迫力のあるというか、もっとダイレクトに表現できる、かつ、まあ、分かりやすくてインパクトのあるっていうので、うん、やっぱ自由度を求めてやっぱり色彩はに入るようになりましたね。なるほど。目指すところみたいなのってあるんですかね？そうですね、やっぱその、ちょうどね、先週その舞台、去年出させてもらった舞台が結構舞台なんか的なコンクールみたいなのにちょっと通りまして、はい、でまたマレーシアの方でまた追加公演が決まりそうなんですね。なるほど。はい、それもそうなんですけど、なのでまあ僕自身やっぱりライブペイントが好きで、やっぱライブで描くのも好きなので、やっぱ僕自身前に出ていけるように活動はしたいんですね。はい、はい、まあ、なので、まあ、制作も、継続してやるんですけど、そうですね、本当はまあ舞台に立ってね、やっぱいろんな人たちと女優さんと俳優さんとかとコラボさせてもらったりとかして、やっぱりいろんな刺激を受けたので、やっぱいろんなアーティストさんとこのコラボして何かを作るとか何か表現するっていうのは世界的にもやっていきたいです。本当はやっぱもうね、ずっと世界で活動するっていうのが夢なので、はいはい、まあ今拠点が今ミラノなので、そこは、まあ、ブレずにやっていきたいですね。うん、まあ、結構国内も、まあ、個展であったりとかちょこちょこ広がっているのもあるので、はい、うん、やっぱそうですね、まあ、ライブをやっぱ中心にやりたいですね、僕は。ライブを中心に、はい、ライブペイントっていうのをちょっと中心に軸に据えてやっていけたらなと思ってますね、はい、あとはまあ個展とかもしっかりとか、チェントプロジェクトとかそういうのもいろいろしっかりやりたいなと思ってます、はい、告知なんですけど、はい、はい、またまあ、秋口ぐらいにまだその、ね、この間来てもらった難波の明智っていうところで個展をさせてもらうんですよ。はい、はい、はい、そこで、まあ、ちょっと大きい個展をさせてもらうのと、あと、まあ11月ぐらいですね、肥後橋の方で、まあ、共同アトリエというか、まあ、一応いろんな商談というか、そういう打ち合わせもできるような、ね、作品もちゃんと飾ってやって、でライブペイントであったりとか、ちょっと小規模なイベントやったら、はい、そこで行えるような、まあ、場所を作る予定なので、それがちょっと告知でございます。はい、わかりました。はい、じゃあこの辺で終わりましょうか。
じゃあ、はい、松岡君、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。